どうですか体ね。Where is it? いつですか ?When is it? 大丈夫だね。はい。じゃあ一緒に行きましょう。どうこどうこうですかから行きましょう。うんちょっと待って。ちょっと待って。で、ここから行きましょう。せーの。どこですか ?Where is it? いつですか ?When is it? なぜですか ?Why is it? 誰ですか

How do you do it? どちらですか How... ごめん。Which one? どのように感じますか How do you feel? どのくらいかかりますか How long does it take? どのように見えますか How does it look? 何をしていますか What are you doing? 何を考えていますか What are you thinking? 何が好きですか What do you like? 何を欲しい これ何,かの自然だよ、ね、何が欲しいですか ?What do you want? 何が必要ですか ?What do you need? 何を勉強していますか ?What are you studying? どこに住んでいますか ?Where do you live? どこに行きたいですか ?Where do you want to go? どこで働いていますか Where do, you go? ?Where do you work? h e e r d you o w はい。これクエスチョンマークついてるけど、最後上げて読まないからね。 どこで働いていますかみたいな日本が言うけど、Where do you work? とは言わないんだよ。Where do you work? になるの。えっと、だからこの疑問詞の時には最後下げるのが原則ね。でも、実際の会話では Where do you work? みたいな感じで Work? みたいな感じで心が揺れたりするから上がったりする時もある。確かに。まあ、言葉ってそんなもんだから。でも原則として下げるのね。これね、どこで勉強していますか ?Where do you study? どこで生まれましたか ?Where do you born?Where were you born?Where did you grow up?Where did you go?Where are you staying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 ? Where are you? どこに座っていますか ?Where are you sitting? どこに立っていますか ?Where are you standing? どこで待っていますか ?Where are you waiting? 何を食べますか ?What do you eat? 何を飲みますか ?What do you drink? 何を買いますか ?What do you buy? 何を売りますかちょっと待って。売っていますかか。そうだよね。それ自然で本当はね。 でもこの流れからこうやって売りますかだよね。どうしようかなどうしようかな書いちゃえ。何を売っていますか ?What do you sell?What are you selling? かそうなると。でもね、これ日本語で What do you sell? って言ったら何を売っていますかっていうふうに言っちゃうんだよね。今進行中じゃなくてもね。まあいいや。何を作りますか ?What do you make? 何を見ますか ?What do you see? 何を聞きますか What do you hear? 何を話しますか What do you say? ごめんね、何を言いますかね、これね。まあいいや、何を読みますか What do you read? 何を書きますか What do you write? やっぱりこう直そうごめんね。<laughs> 何を言いますかにしましょう。はい。何と言いますかあ、なるほどね。 そうだよね。何を言いますかっておかしいよ日本語でね。何と言いますかだよね。だいぶ変わるね。そうするとね。この s a は、ただ口から音を出せば全部 s a なの。だから、あでもおでもうでも何でも意味がなくても構わない。でも、例えばトークとかスピークだったら意味があることを言わなきゃダメなんだ。だからトークとかスピークを話すって感じ。でも、えっと、s は言うっていう感じね。もっとなんか原始的な感じね。何を読みますか ?What do you read? 何を書きますか ?What do you write? 何を歌いますか ?What do you sing? 何を弾きますか ?What do you play? 何を見せますか ?What do you show? 何を教えますか ?What do you teach? 何を学びますか ?What do you learn? だからこんな風に同じパターンでいくと同じように日本語で訳せるかというとそんなことはなくて日本語で違う風に訳さなきゃいけない場合もあるし日本語でずっと同じでも英語の方ではこの場合には違った言い方をするしかないというのもあるんだそういう例外がいっぱいあるのが言葉の原則逆に言うと原則だから例外を覚えるっていうことが大切ですね